さんの地区にはですね、なんと獅子頭がなかったんですね。そこでそれはちょっと寂しいなということで、今の会長がですね、この和太鼓の団体を立ち上げます。まあ、地区のために何かやってみようまいかということでございましたので、最初から太鼓があったはずのはずもなくですね、なんと最初はゴムタイヤ、タイヤを重ねてそれを太鼓にして一生懸命打っていたのでございます。まあそこから今やですね、最初は本当にアットホームな、家族で叩く太鼓という感じだったんではございますが、今ですはドローン祭とか太鼓で有名な大きな大会にもですね、皆さんで出展され、出場されるような、そんな素晴らしい、太鼓の集団となっております。お太鼓の方もあら随分と素敵な太鼓が揃ってまいりまして、大変聞き応えのあるものとなっておりますので、ぜひ皆様この勢いのいい太鼓を体いっぱいに浴びてください。Thank you.
ようございます。そして人種のことなど非常にハードな内容に及ぶものもありました。そんな彼がデザインしたこのホロの柄がメロディビューだと知ったのは最近でございます。このラテンのような輝きを持つ石のような、これは北島新平さんの赤い石だったのかもしれません。
古来より尊重され、獅子は動く神座として神を宿し、
五穀豊穣、家内安全を祈願して参れております。この青という色はですね、まあ、青龍、青い龍と申しまして、非常に若さでありますとか復活、そして新世代、そういった意味がございます。中央は一番グリーンの、そのですね、中田原の獅子をご覧いただきます。そしてこの大きな獅子とともにですね、お本人さんと狐さんが役参りですが、獅子はですね、まあ、いろんな意味が何でもあります。実はその4位の国の万犬なんでございます。獅子を連れてくるんですね。うちは獅子みたいな怖いのに連れるものですから、怖い怖い王様に連れてきてもらうんですが、なんとこの中旦那の姉妹保存会では、まあ、お金さん、つまり王様ですね、女性の皆さんがですね、獅子をお連れするんです。さあ、世の中で一番怖いものは何なのかと言ってまいりましたが、皆様に結構想像するとね、獅子舞の頃って皆さん唐草模様を描かれる方多いんですが、白い模様、あれがね、獅子の模様なんですね。何しろ日本人はですね、ライオンを見たことがないんです。虎というのも見たことがないので、これがライオンだよと言われて送られた石像の肩にありました数字が、あの模様なんでございます。ありがとうございました。ルビズの獅子舞を源流といたしまして、200年前余りからこの川の大宮神社に継承されているそうです。以後毎年春の大祭には五穀豊穣や安穏を願って奉納されています。川の水獅子はこれ、水獅子でありまして、丸く優雅に舞うのが特徴であります。赤鬼、青鬼を従え荒れ狂う獅子に、お金が優しくしなやかな舞を見せ、なだめづかして寝かしつけ、今年も平穏無事と豊作を祈願するという演出が川野の獅子舞と言われております。お金に操られて舞うところがであります。また舞の途中で大門というところに入ります。眠っている獅子が夢の中で
ゆっくりと大盤ネタをご覧いただければと思います。
歌おうで、お湯を沸かし、結婚してよと頼んだけれど、娘を部屋で歌を沸かしてるな、おいしゃれ。美しい舞の皆さんでございますが、最後のクイズアイルも見れたんですけど、ものの途中でございますのでね、さあ皆様のお目に入ったかどうかちょっとドキドキしておりますが、高津獅子保存会の皆さんになります。高津獅子保存会の皆さんの獅子の夜間は竹材、竹ですね、竹でできております。日本切りでございますので、やっぱり枯れる方がいいんですね。それで竹でできております。毎年4月の初めに行われます、地区の神社の春祭りに奉納しております獅子舞でございます。歴史は古く、明治時代以前からの継承されております。開口や平和国に合わせてもまたこの獅子は毎年一つ一つに意味があるのが特徴でございます。獅子頭は例えば低い位置から前方の邪魔の悪いものに焦点を合わせます。構えながら狙いを定め、全身で対峙するという、そんな想像をした舞を見立てて、威厳を表現しております。獅子舞は邪気を払い、地域の平安、安泰、無病息災、そして五穀豊穣を願い、力強く舞を表現したところを、ぜひぜひご覧くださいませ。それでは、高津獅子保存会の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。自身をお持ちになっております新車のトラック。
ね、地区の方総勢40名が出てですね、住み詰めさんというところを染めてくださいます染め物屋さんがあるんですが、住み詰めさんと一緒にですね、地元の方40名を集めて作ったホロというのがあったんですけれども、なんとちょっと小雨が降ってしまった影響で2008年版のホロの見納め、これで来年のお練りでニューホロがデビューするというわけでございます。旧型のホロをですね、目に焼き付けておいてください。さあ、浜島保存会の皆さんなんですが、飯田市浜の元山白山神社に由来をいたします浜の姉妹でございます。今年は100年の歴史を重ねまして、権現堂の獅子として、毎年の春祭りには全地区の巡回手法の演技を行っております。また飯田を代表といたしますホロ屋台獅子として内外の各地イベントにも出演しまして、長野オリンピックの閉会式でも絶賛を浴びましたこの獅子でございます。もっとですね、面白いのはこの浜の獅子っていうのはですね、古くから越の白山として詩歌に歌われるような白山白山のところは富士と高山と並びまして日本三名山の一つなんですね。その白山神社、山岳信仰をもとにした獅子ということではですね、この飯田下井が唯一ではないかと思います。自分の目で前を見るのではなく、獅子頭の目で前を見るようになるんです。これはね、教える側も相当な工夫がいりますよねと、かなり神妙にお尋ねいたしましたら、絵付けしてるんですよなんて軽やかな答えを返ってまいりました。飯田市出し名の出し名下平獅子保存会の皆さんです。私たちの保存会は出し名下平地区の約400個で構成されております。愛称は鈴岡獅子と言われ、出し名の鈴岡城に由来しております。本日は正城の鶴、数え歌、立浪、玉垂れの4曲を一つにまとめ、出し名諏訪社における奉納寺に披露しています、特別版を回せていただきますとのことです。どうぞ皆様、鈴岡獅子の優雅な舞をご覧ください。Thank you.
みんないるよ。ここは例えば鶴が飛来する土地ではないので、どういうことかと言いますと、松の上に巣を作りますのは鶴ではなく実はコウノトリなんですね。なので、この症状の鶴というのはコウノトリのことなんです。つまりは子宝祈願ということなんでしょうね。昔の日本の言葉というのはちょっと遠回しに大事なことを伝えることがあって、この症状の鶴というのも、その一つかもしれません。出しなした代出し生存会に待っていただきます。最初の演目がですね、この、症状の鶴になりますので、ぜひですねそういったところも見ていただければと思いますね。ねえねえしちゃったから下に座布団あるから、はい、無事に眠りにつくことができました。どうもありがとうございました。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 鈴岡寺氏でございます。最後お気づきでしょうか。顎でゆっくりおさぶの感触を確かめると耳がピクピクっとして眠りにつきましたよね。もういかにもね、お城のお殿様の獅子という感じで、欲のない優美な美しい舞、そして紫色の色がこの縦紙のところにありますでしょ。高貴な色と申します。自然界の中で紫っていうのは非常に少なくて、神主様でも紫の着物を着れるということは相当高位の方だと伺っております。鈴岡寺氏の皆様ありがとうございました。銀銀歌寺水長本屋大獅子保存会の皆さんになります。さあ、地域の子どもたちと一緒にですね、太鼓を打ち始めたこの塩原亮さんと一緒に親になる銀遊大臣伊豆京北屋大使保存会です。塩原さんがですね、指導監修についているだけあってですね、大変見栄えのする太鼓の打ち方が一つの特徴ではないでしょうか。また太鼓の子をね、回していますかね、少しちょっとおしゃれをした太鼓なんかも目を引きますよね。それからまだ若い市なんですけれども、そしたらでは京北屋大獅子の方はせっかくですので、銀栄大臣の塩原亮さんからご紹介をいただきたいと思います。どうぞ。
原亮と申します。今日はこの場で2曲演奏をさせていただきたいと思います。飯田には様々な特産物がございまして、水引きが全国の 80% を支配しているということ、その水引きがあしらった熊手を使ってこの子供たちと共に吉祥開運京北長浜で踊りをこれから1曲ご披露したいと思います。神主に変化しまして、閉塞とですね、沈んでおります。
で最後にはですね、獅子本来の動物的な獅子で、もうちょっと頭を高く持ち上げて立ったりとかしてますでしょ。あの3段階に変化しているのが一つの特徴でございます。またみんなが一生に一度行きたい温泉でございます。名瀬が東大でですね、全国の神主が待ったので大変小さく作ってございますが、本物の神主さんがこうして待ったこともあるんです。神中村もおそらくそのように伏せてどこかつながりがあったかもしれません。また僕はおいくつかな、小学校2年生。わー、それなりにですね、神主大の継承が行われているようです。ありがとうございました。大変いい舞でございました。神中村の神中です、平安時代に300年くらい続いておりますが、実は元号が40回ほど変わっております。その、中の元号天武二義という元号の時に、お医者さんがまとめた全国の神社リストがあるんですね。その中でなんと厚村が書いておるのでございます。すごく昔の話なのに、今ではちょっとさびれたところにある八神社が入っていると不思議に思われませんか。昔の日本人のスケール感がその中にあるんでございます。もう一度ね、起こしたいと思います。そんな八神社の中は、お願いのみことは、あの天照様がいらっしゃいますか。さらに驚いて閉じこもった岩を開ける、はい、どうぞ、はい、ラストでございます。アイディアマンだったということです。あと2人、そんな思いかれのみことの追い立った八神社、八村の開業芝居です。今年で14年目を迎えました。現在のメンバーは八神社で活動しています。牛は人々の身近な動物で、生活の中でも高く高い存在です。2016年には子牛が生まれ、新たな演舞となっています。いいですか。黒姉妹と子牛の親子共演を皆さんに見ていただきたいと思っておりましたが、この中で続いている状況の子牛は今回は演舞できそうに。
そんな中にあってこの地に古くから伝わる伝統文化である屋台寿司が区民の心の拠り所として歴史をつないでまいっております。この市内は安政の時代から伝承されており、八幡島神社の周期祭典には区内を2日かけて五穀豊穣、家内安全を祈願し区内の奉納を行っております。舞は神殿の舞と六角のお囃子から構成され、足を高く上げ上下に激しく頭を振り、優雅で勇壮な舞でございます。本日は親父しのみの舞となりますが、最後までどうぞお楽しみくださいとのことなんですが、この安政という時代が一体何年かと申しますと、西暦で言いますと1857年でございます。その安政5年の獅子頭を下山は持っておりまして、ただ今収蔵展をやっております飯田市美術博物館に安置されております。この安政5年という年が皆さんどんな年かと言いますと、実は安政5年から7年までコロナが流行った年なのでございます。今回この下山の獅子がラストに来ていることを私今日知りまして、このダウンポイントの奇跡について噛みしめておるところでございます。それでは下山獅子舞保存会、その前に疫病退散を願います。どうぞ。盛大に祝ってやってください。さあ、毎年この獅子と一緒に安眠ができるおまじないの会文を私皆様に差し上げております。ちょっと長いのですが聞いていただければと思います。中紀夜の遠野ねふりの南覚め、波乗り船の音のよきかな。これが頭から読んでもお尻から読んでも同じでございます。書いて枕の下に忍ばせてみてください。いい夢が見られるかもしれません。さあ、この第14回姉妹フェスティバルを本当に皆様のお越しありがとうございました。